杉内、そして三浦、両先発ピッチャーの投げ合いで始まった今日のゲームです。いや、江川さん、杉内は一番出来が良かったという話をしていましたね。そうでしたね、少し肘が下がってスライダーが良かったんですけど、今スピードが少しないかなという感じがしたんですけど、本人としては非常に良かったということなの で、 そうです、ね、自分の思った通り投げれたということなんでしょうね。それからやはり篠塚さん、この三浦の力投もベンチから見ていたという杉内でしたね、うん、まあ、そうですよね、はい、やっぱりこう先輩に負けないようにっていうね、思いがずっと持ちながら、はい、投げ切ったピッチングだったんじゃないですかね。そしてこの中井の一発ですね、大きかったですね、はい、やっぱり彼が1打席目からね、はい、いい感じで出ていって2打席もしっかり取られて、はい、でまたその流れに乗って3打席目ね、はい、もう自分の中で思い切っていく、そのボールが来たものを一発で仕留めたと思うんですね。どうでしょう、もうオールスターまでの前半戦、それから後半戦、中井一番でいきそうですかね。まあ、状態が良ければ、はい、このままいくでしょうね、だから彼にとっても本当にこうチャンスをもらっているわけですからね、なんとかものにすればね、はい、右左と関係なくいけると思いますよね、はい、杉内が見事なピッチングを見せて、一つ大きなトピックスとしては江川さん、はい、阿部がバッターボックス今日入りましたね。そうですね、でも、まあ、代打出てきてあれだけヒットが厚く出るわけですから、はい、状態としては非常に良くなっていると思いますので、次、はい、まあ、から荒金君出るというふうに言ってますんでね、はい、この阿部が8回の裏代打で登場して見事なライト前ヒットを放った今日のゲーム、2対0と2点のリードを守って9回は西村ではなくこの山口をマウンドに送って最後はダブルプレイ、2対0、この3連戦勝ち越しに成功しましたジャイアンツです。はい、さて篠塚さん、改めて今日のゲーム振り返っていかがですか。まあ、やっぱりピッチャーのね、我々も本当に最後の最後まで一球一球なんかこっちが緊張しちゃったようなね、そういうこうのめり込んだそういうゲームでしたね。そうですね、はい、この3連戦、まあいろんなパターンの投手戦であったり総力戦であったり乱打戦もありましたが、非常に江川さん楽しめる3連戦でしたね。そうですね、やっぱりどんなゲームでもですね、どっかにポイントがあって、今日は杉内投手が完璧なピッチングしてましたけども、やっぱり投手交代があった時っていうのはそのうちなんか波乱が起きるっていうことは今日のゲームでもよく分かりましたしね。そうですね、はい、田辺さん、はい、どうぞ。原監督その後ですが、はい、まず中井に関して、これまで何試合だけかよくってその後が良くない、それでレギュラーがつかめない人もたくさんいたけれども、はい、なんとかこのチャンスで掴んでほしいということでしたね、はい、で現在チーム全体に活力を生む1番バッターの役割を果たしていると褒めていました。そうです。そして長野ですがね、はい、長野に関しては良くなっていると、うん、誰にでも山そして谷はあるが、自分の状態が良くない時にどうするか、レギュラーというのはそういう時にどういう対応をしてどう結果を残すかですからね、ということでした。以上です、はい、田辺さん、はい、どうぞ。一方中畑監督ですが、はい、今日は杉内にやられた、うん、スライダーのキレが素晴らしく、こちらの対策を上回る良さで分かっていても打てなかったということでした、うん、で大輔は最高じゃないかなと三浦を称賛しまして、そうですか、ランナーを出しながら粘ったし、あの投球術頑張りになんとか応えたかったなと、そして9回は本当に惜しかった、そこで声のトーンが一つ上がりました。そうですか。さあ特設スタジオ呼んでみましょう、村山さん。はい、まずマツダスタジアムですが、6回表鳥谷の5号ソロホームランで阪神先制の後、1時間2分にわたる雨の中断、つい先ほどゲームが再開されました。広島ピッチャー小野に変わりました。それから阪神もどうやらピッチャーは変わるようです。1時間2分の中断がありました。それから名古屋は3対3のまま延長戦に突入しています。以上です。両18番投手の力投がありました。ゲームを制したのはジャイアンツ先発の杉内、中井の見事なツーランホームランがありまして、この3連戦勝ち越しに成功しました。ただ DeNA も昨日は東京ドームで巨人相手に初勝利、この後も今シーズン楽しみな巨人対 DeNA の一戦です。放送の解説は江川卓さん、篠塚和則さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。